どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、12月23日に ANA からね、発表がありましたね。 ANA、バリューと ANA スーパーバリューがですね、予約開始日が355日前から、予約ができるようになります。でこれがね、2020年の2月の7日から開始ということですので、まあ、2月の6日まではね、今まで通りなんで、まあ、今まで通りって言ってもまああれなんですけど、2月7日からね、変わるということで、今回ね変わる、まあ、変更点と、まあ、ポイントみたいなのをね、解説していきたいなと思います。まあ、こちら概要なんですけども、今までね ANA バリューと ANA スーパーバリューっていうこの航空券は8月の末と1月の末にね、一斉発売されていたわけなんですけども、まあこれがね、355日前から、まあ、購入できるようになるということですんで、一斉発売ではなくなるっていうことなんですよね。まあこれどういう影響があるかっていうと、私とかもそうなんですけども、SFC 事業ね、検討されている方は、まあ検討されている方っていうよりか、まあ今までね、国内で SFC 事業ね、されてた方は、8月の一斉発売でね、まあ1月2月の、閑散期の羽田那覇路線とかね、まあ代表的にはまあそこら辺ですよね。まあそこら辺を、まあ、一気に狙うみたいな感じで一斉発売に合わせてね、まあ購入したりしてたわけなんですけども、まあそういうのはね実質なくなるっていう感じですよね。で、まあ一斉発売じゃなくなりますんで、2020年の2月7日から2021年の1月とか2月とかのね、まあ航空券が、まあ発売されるわけですよね。2月7日から。まあ355日前なんでね、購入できるようになるわけなんですよね。っていうことなんで、まあ SFC 仕様ね、まあ来年とかに SFC 仕様しようって思った方はですね、早急にそれまでにね、まあ今決めている方もね、2021年に SFC 事業しようって決めている方もそうですけども、まあ来年思い立ったとかね、まあそういう方はね、まあ航空券ね、まあすぐ抑えられるようになるんですけども、2021年にね、SFC 事業も検討されてて、もうルートがね、大体決まってる方はね、本当は2021年の1月2月とかのチケットは、2021年の8月の終わりぐらいにね、まあ一斉発売で購入する予定だったのが、まあ急に、ね、半年ぐらいガンって早くなった感じになりますよね。まあですので、まあ SFC 仕様ね、まあこれから、検討されている方はちょっと忙しくなるかなっていう感じですよね。2020年の2月の7日までにね、ルートとかね、大体決めておかないと、まあもしかしたら、航空券がね高くなったり、まあ抑えられなくなったりする可能性はありますよね。まあ一通りね SFC 事業の話をさせていただきましたけれども、まあ今回のこの変更点でね、まあ一番変更されるっていうのは、まあ SFC 事業ね検討されている方かなと思うんですよね。まあ話をちょっと戻すとですね、この ANA スーパーバリュー、 ANA バリューっていう他に ANA スーパーバリューアーリーっていうね、まあ1年前に購入できますよっていうね、まあチケットがまあ ANA にあったんですけども、まあその1年前に購入できる代わりに、やはりちょっと価格は高く設定されてましたので、 SFC 事業とかね射程範囲に入ってこないちょっと値段の設定だったので、まああんまり使われてる方はいないんじゃないのかなっていうのはまあ個人的見解なんですけども、まあそちらね、まあ今後廃止っていう感じになりますね。それではね、ここから変更点を、お伝えしたいなと思うんですけども、2020年2月の7日から、まあ、一斉発売から355日前までにね、発売が変更になるわけなんですけども、まあ、据え置きされるっていうものもあるんですよね。一つが ANA バリュープレミアム3、ANA プレミアム20、ANA スーパーバリュープレミアム28、一緒にマイル割りと、特典航空券、それと ANA トランジット、ANA バリュートランジット7、ANA バリュートランジット28っていうチケットが、まあ、あるわけなんですけども、まあ、こちらすべてね、変更はありません。まあ、変わるのは本当に ANA バリューと ANA スーパーバリューだけっていう感じになるんですよね。で、この中で、まあ、SFC 仕様を検討されている方で、まあ、影響あると思われるのは、ANA バリュー、プレミアム3と ANA スーパーバリュープレミアム28。まあこれはどういうチケットかというと、まあ格安のプレミアムクラスのチケットなんですよね。SFC 仕様でね、まあ国内検討されていくと、プレミアムポイントの関係でね、プレミアムクラスをある程度乗って
乗って稼ぎたいという方もね、もちろんいるかもしれないんですけども、こちらは今まで通りなんで、ANA バリューと ANA スーパーバリューは355日前から予約できるんですけども、ANA バリュープレミアム3と ANA スーパーバリュー28っていうのは、まあそのままということですんで、まあ半年に1回のね、ダイヤ決まって発売っていうのありますんで、普通 ANA バリューと ANA スーパーバリューとね、組み合わせるっていうのはちょっと大変になるんじゃないのかなと、思います。まあこれ普通に考えてまあかなり大変になりますよね。片方はまあ355日前から予約できて、まあ片方は半年前しか、前までね待たなきゃいけないんで、ここからここだけプレミアムクラスだから半年後みたいな感じ、半年前に予約みたいな感じになっちゃいますんでね。うん、ちょっと影響出るかなっていう感じですよね。で、プラスして特典航空券。特典航空券も今まで通りね、半年に1回のダイヤ確定後に一斉発売っていう感じで、まあ発売、まあ一斉にまあ取れるようになるっていうことなんで、まあこちらもね、まあ変更がないっていう感じですね。今回のね、発表で、変わる部分っていうのは本当に ANA バリューと ANA スーパーバリューのまあ発売日が変更。まあそれ以外は基本的にはまあ今までと変わりがないっていう感じなんですよね。まあ個人的な意見をね、まあ入れさせていただくと、ANA のね、特典航空券っていうのは、半年に、まあ今回ね、変更がなかったんで、まあ今まで通りね、半年に区切ったね、まあ発売になってしまうんですけども、ユナイテッド航空の、マイレージプラスっていう、まあユナイテッド航空のマイルを使った特典航空券で、ANA の特典航空券でまあ取れるんですけども、ここから行くとですね、半年っていう制限がなく、取れてしまうんですよね、今現状として。まあそれが今の現実で、言ってしまえば ANA の特典航空券だと、半年以上先は取れないんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスではまあもっと先まで取れてしまうっていうので、 ANA のね特典航空券がまあ解放されるまあ半年前にはですね、もうすでに取られてる席っていうのはまああるんですよね。まあですんでね、まあ個人的にはちょっとね、この2つは一緒にしていただいて、ちょっと残念ですよね。ANA マイルで ANA の特典航空券を取ろうとしているのに、別の航空会社の、マイルでね、取っている人の方がまあ優先されるっていうか、まあ先に取れてしまう現状がありますんでね。まあここはちょっと改善していただきたかったんですけども、残念ながらね、まあ現行のまま変更なしっていう感じなんですよね。次にね、2020年の2月7日以降の ANA バリューと ANA スーパーバリューのまあ利用条件なんですけども、まあ今んとこ書かれてる状態だとまあ変わらないっていう感じですね。払い戻し手数料、取り消し手数料ね、かかりますっていう感じで、まあ55日前までね、取り消し手数料はまあかからないんですけども、まあ払い戻し手数料はね、まあ今440円で片道払い戻しできるんですけども、まあちょっとね、まあこればっかりはまあアナウンスはないんですけど、まあこのまま継続していくんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか？今回はね、ANA バリュー、ANA スーパーバリューの、発売日変更についてね、アナウンスがありましたんで、解説させていただきましたけども、個人的にはね、まあ今回のこの変更は、まあ日本航空の JAL にね、まあ合わせてきた感じだと思うんですよね。まあ JAL の方は、まあ特典航空券もね、330日前から開放してるんですよね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った、面白かったっていう方は、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。